岡山のなんかパフェ特集してて美味しそうだった。ナオトさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ゆうさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。こもさん、ハレさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。ウオベイさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。モニタリング見た、あー、モニタリングの方見てたんだ。今日川口春菜ちゃんじゃない出てたの。あ、わかんない、春菜ちゃんってレギュラーわかんないけど、なんか番組欄みたいなので川口春菜ちゃんの名前書いてあって、春菜ちゃんだって思ったけど見てないケミー賞好きなんだよね。リキジー、ハレシカカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。奥拓さん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。とリキジー、バラン、ありがとう。バラン、バラバラン、ありがとう。リシー、ありがとうございます。ありがとう。ひしょうさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。うりちゃん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。やっほー、ありがとう。つかちゃんさん、こんばんちゃ。肩が腱鞘炎です。え、肩がそんな回したの肩って腱鞘炎なん、腱鞘炎ってここだけかと思ってたけど、なんでもなるのかな。こんばんは、やっほー。何したの。ひでさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。と、ハレオジョさん、皆様こんばんは。今日もお疲れ様でした。ヨーローってリッキジ挨拶ありがとう。ヨーロー。坂口さん、おつハレちゃん、おつハレちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ストームさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。スバルーさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。コータさん、ハレシカーカータン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。と、晴れは会いたい芸能人ないの。でも本当にそれこそ川口春菜ちゃんは晴れずっと好きだから、そう、お会いしてみたい、お会いしてみたいっていうか、もう存在してるのかちょっと存在を確認したいですでもなんか、そう、晴れがアイドルをすごい好きになったきっかけは三好彩花ちゃんだから、ちょっとそう、三好彩花ちゃんとかも好きですお会いしたい。福原遥ちゃんもお会いしたいしそれこそいろんなアイドルさんともお会いしたいし、いっぱい少女時代の皆さんとかね、皆さんなんて言ったらいいの、少女時代とかさ、あれもずっと大好きだったからね、会えたらいいな。春菜ちゃんはレギュラー、あ、そっか、春菜ちゃんはレギュラーか。じゃあその番宣とかじゃなくて普通に毎週いるのか。そっかそっか、なんか確かに毎回つけると春菜ちゃん映ってるなって思ってたんだけどそれはレギュラーだからだよねそういうことか。最近ずっと風邪ひいてる、風邪流行ってるらしいし、春菜ちゃんも気をつけて。そうなの、王里ちゃん気をつけてね。何がいいんだろう、夏風邪って何食べたらいいんだろうね。ナスとかかな、どうだろう。ありがとうね、気をつけて。あれも最近なんか、わかんない、なんでかわかんないけど、あれ最近夜、なんか夕方から夜にかけてなんか真っ暗なところにいたくなるなんか衝動に駆られるの。あれ暗いとこ嫌いなんだけど、なんか安全って分かった状態で真っ暗なところになんか行きたくなって、今日もなんか毛布かぶってたわかんない、関係あるかわかんないけど、なんかそう、なんかね、ゆっくりするといいかもごめん、なんか
分かんない、夕方っていうか4時ぐらい、4時ぐらいに春は今日なんか布団かぶってた変だよねとヨッシーパパさん、ハレシカーカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、ありがとう、うりちゃんお久しぶりって、ザガマルさん挨拶ありがとう皆さんこんばんはって、こんばんは、挨拶ありがとう、ヤッホー、ゴーエさん、ハレシカーカータン、ありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます、はるちゃん今日も髪型結んでるね、そう、あ、確かにそうだよね、昨日お団子だったもんね、なんか今日ここの触覚がなんかうまいか、うまいだっていい感じに出せたから結んじゃおうと思って、そう、でもすごい軽くしか結んでないけど、確かにそうだ、昨日みんなにお団子珍しいよとかって言ったのに今日も結んでてあんま変わらなくて詐欺しました、確かに最近ずっと下ろしてるから今日は結ぼうと思ったけど、そういえば昨日結んでたわ、よく覚えてるね、待って、アロハって書いてある、なにこれかわいい、すごい上のところにアロハ、あ、ここだ今、アロハありがとう、誰がアロハくれたの、見る、ユウさんだ、ユウさんアロハ、アロハありがとう、これアロハだよね、アロハアロハアロハ、かわいい、どこだ、ザガ君お久しぶり、こんばんはって、ウリちゃん挨拶ありがとう、ウサギさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます、イベント参加中来れなくて申し訳ない、全然だよ、ありがとう、ケレッタさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます、DD オタクのハレちゃんね、そうなんだよね、桜坂46会いたくない、え、会いたい、会いたいけどなんか一人に絞れない、みんなで会っていいのみんなに会っていい、よかったら会いたいな、桜も会いたいし日向も会いたいし、そう、乃木坂も会いたい、乃木坂も会いたいけどやっぱ日向と桜の方がちょっと愛が大きいから日向か桜かに会いたいな、え、まあね、叶うんだったら欅に会いたいけど、やっぱ一番はでもね、なかなか難しいから、そう、結成当初の欅に会いたい、あ、でもそしたらてんちゃんいないかでもやっぱてっちゃんともんちゃんに会いたいな、晴れは、そうね、わー、いいなあれにしようローソンでさ、もう始まってる一番くじだっけね、18ぐらいじゃなく、あ、嘘、 22?18 ぐらいからだよね、行こうって思ってる、そりゃ関税関係ないね関係ないか確かに全く関係ないなって喋りながら思ったんだけど、確かに真っ暗にするかうりちゃん優しい、何のアドバイスにもなってないのにそう、なんかわかんない、はい、真っ暗あんま好きじゃないんだけどさ、まあ布団かぶっても別にそんな真っ暗にならないからあれだけどね、なんかやりたいことはや全部やった方がいいよともうあったのかな、いや桜はあったことないな、日向はね あったっていうか、まあでも特定のメンバーとはさ欅の時に握手はしたことあるけど、そう、それしかないから、ライブ見たいんだよね、欅と、さ、欅じゃない、間違えてた、桜の見たい、モーリアさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます、かわいいって、かわいい、ありがとう、やっほー、こんばんは、と、野良猫さん、 GAO さん、ガオさんかな、訪問ありがとうございます、真っ暗では寝れない、真っ暗でも晴れ寝れる、寝るときは大丈夫、あ、でもなんか多分極限ってか、なんかもう お布団入ったらすぐ寝るっていう状況にならないと晴れ寝れなくてだからなんか真っ暗でもあんま気にしてないのかもしれない、そう、なんかあんまり眠くないけど寝なきゃみたいな感じの時とかはなんかもうお布団の中でいろんなこと考えちゃうの、そう、なんか普通になんか
なんかここの隙間からなんか出てきたらどうしようとかも考えるし、なんかもしここで今なんか知らない人が入ってきたら、なんか背中を壁側に背中を向けるか、うつ伏せじゃない仰向けになって寝るかで、なんか一番最初に刺される場所って変わってくるかなみたいな考えちゃうんだよね、ハル。わけわかんないよねなんか壁があってさ、ハルのお布団こう置いてあるから、なんていうの、こう寝るかこう寝るかこう寝るかなの。そう、本当に真隣がもうベッドだからってなった時に、そのこっちがね扉なんだけど、扉から入ってきて刺すってなったら、ハレが壁側にこうやってやってたら背中がさ開いてるわけじゃん。背中は骨だから、なんかそんなにダメージ受けないかなみたいなでも仰向けだったら上からもこうだから、あーもうこれは一発かなみたいなことを何回も考えるの一回も刺されたことないのにそうとかを、なんかすごいあんま眠くない時、暗闇だと考えちゃうから、なるべくあの眠くなってから寝る変だよね。でも明るくても全然寝れる。みーさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。なんでも初期が一番いいよ。確かにね、それで好きになっちゃったからね。多分さ、そのね、ハレは初期の時を見て好きになったから、そこから変わるとね、なんかあーなんか今もいいんだけど、やっぱ昔も良かったなみたいになっちゃうけど、多分今の状態で好きになったら、そう、あのあれだよね、今のが多分一番っていう風になるよね。そこだよね、難しいよね。フッキーさん訪問ありがとうございます。僕も坂道サングループに会いたいんだよね。ねえ、会いたいよね。日向坂46のオンラインミーグリに当たった、え、ミーグリ当たったんですか。誰のミーグリですか。もう、え、いいなーミーグリ。スミスさん、はじめましてって、はじめまして。じゃあ、ないでしょ危ない、流されるところだったこんばんは、来てくださってありがとうございます。でもあれ、小魚に会いたいなね。小魚のミーグリ行ってみたい。日向坂は影ちゃんとメイメイと、影ちゃん、メイメイ、京子かな、 あとこのちゃんも当たりました。そう、前にだけどねみんな可愛かった、本当にもう天才。メイメイが本当に可愛くて好きですなんかさ、ミーグリっていうか、あれの時まだ握手会だったからさ、なんかパーテーションの隙間とかから見えてて、なんかどんな感じなんだろうと思ってフラフラしてたら、なんかこうメイメイってすごいこうやってね、握手したまま終わりですって言って、こうやって移動して最後まで握ってくれる子なんですけど、なんかそう、こうやってやってるで、なんかバイバイってやった後の余韻で、ハレがこうやってキロキロしてたとこと目があって、こうやって手振ってくれたの。もうメイメイと思って、あ、ごめん今日めっちゃハレ喋ってる。そう、もう可愛すぎて、めいめいと。ボンさん訪問ありがとうございます。桜月を歌える、え、桜月春好き、トゥルルルトゥルでしょ、いいよね桜月。なーくな桜月いい、好き。ムーンショットさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。スーさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。ケンケンさん訪問ありがとうございます。レナーってお姉ちゃんって感じだよね。あー、レナー、確かにレナーもう日に日にさ可愛くなって、見るたんびに可愛くて、もうレナー可愛いなーって思ってる確かにレナーってお姉ちゃんなのかな、どうなんだろう。と、まいちゃんさん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。クロちゃんさん訪問ありがとうございます。アイドルグループストロベリーガールズって知ってる。ストロベリーガールズ聞いたことある。21年10月デビュー、あ、そうなんだ、2年ぐらい前
マニマニさん、ハレシカカタン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。イオさん、訪問ありがとうございます。おさむさん、ハレシカカタン、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ひできさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。しめじさん、おたけさん、訪問ありがとうございます。はれちゃん、危険シミュレーションバッチリだね。確かに、でもどうしようってしか考えてないからそう、ね、あーやっぱり来たっていうだけかもしれない。そう心構えができてるだけかも。そう、別に何のなんか対応策もないからあーついにかーってなるとボスさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。と 5-13 100回訪問ありがとうございます。ありがとう。 5-13 100回も晴れのルーム来てくださってありがとうございます。これからも一緒にね、もっともっと楽しい時間過ごしたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとう。実はいつものスミスではないんです。違うの？なんか変わったの？はれちゃんもやってよ。はれも？何？あ、見えぐり？日向坂小魚でしょ。いやいいよね、小魚。本当に小魚と、そう、はれも DD だからさ、もうほぼみんな好きなんだよねそう、今あげた、さっき見えぐりしたってメンバーみんな好きだし、あとそう、あのひなちゃんと小魚も好きで、そうみんな好きマナフィーとあやかちゃんの、え、そうなの？あやちゃんとマナフィーなの。なんかさ、なんだっけな、なんかの時に見たマナフィーがすっごい可愛くて、うわマナフィー可愛いって思ったんだよね。なんだっけな、何の時だっけな。でもあれかな、あのカウントダウン TV かな、かなんかでさ、新曲のさあれの時にさ、なんかここら辺多分ハーフツインしてたのかな、マナフィーが。結構髪、そう、なんか最近なんだけど、すっごい可愛くて、わあマナフィー可愛いって思ったんだよねめいめい口半開けでニコニコしながら手振ってさ、なんか確かにポソなんかこうやって手振ってて可愛かった、本当に。と浅草さん、 YSK さん、訪問ありがとうございます。はれちゃん、皆さんこんばんは、お疲れ様です。ももっちさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。オタクのはれちゃんも可愛いね今日はれよく喋るよね、本当に。自分でも思う、なんかよく喋るなって猫の写真集買った、あ買った、猫も買ったし小魚も買ったそうなんだよね、かわいい。あとあのひなちゃんも買った、ひなちゃんのこの分厚いやつも買った、たまに見てかわいいと思ってとスージーさん、おつはれちゃん、おつはれちゃんありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。みーちゃんも好き、わかる、みーちゃんもかわいい。あれ、みーちゃんとお誕生日一緒嬉しい、これが唯一の誕生日自慢ですみーちゃんと一緒。とてるさん、グラチーさん、訪問ありがとうございます。つっちーさん、こんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。だんだんさん、こんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。今日僕が作業してた部署のクーラー2台のうち1台が壊れて大型扇風機で対応。え、そんな暑くなくてよかった。いつなるか治るかは不明。困るね。あ、でもあれなのかな、紙とかあんま使わない部署なのかな、わかんないけど。今でも電子化かな。ハレさ、なんかあれ一人でいる時とかなるべくそのお昼はクーラー使わないようにと思ってさ、そう家族が4人だから、そう4人同じ部屋にいるとやっぱりさ人口密度が高くなってきて暑くなるから冷房するんだけど、ママちゃんと2人とかハレ1人とかだとあの扇風機にするんだけどさ、プリントを
をさ使ってるとピューって飛んでっちゃうの本当に。場所にもよるのかな。ハレの真後ろに扇風機があるからさ、すごいねピラピラピラってどっか行っちゃうからもうって思ってさもうそんなことしないか。ナナさん訪問ありがとうございます。日向坂小魚だけ、小魚だけ、小魚ね、いいよね、ロングの小魚ほんとかわいい。久しぶりにビール飲んでふにゃふにゃ状態で見てるんだ。あーそういうことか、なるほどね。乃木坂、あーと坂道好きだから坂道の歌よく歌うんだね。そう坂道が好きだからもう一番聴いてるっていうかそうよく音楽聴いてるから坂道が歌えるかなーって。そうなんだよね。川田ひなちゃんも好きね、本当におひないいよね、かわいい。ファン太郎さん、のんさん訪問ありがとうございます。ケンシロウさんこんばんは。ネオ合戦から、ネオ合戦から帰宅中。あ今日結構ネオ合戦行ってる方いたね、いるね、このルームにも。ザガマルさんも行ってたよね、いいなぁでもあれだよね、サーキットみたいな感じだよね、いろんなところいろんな会場でやってたもんね。いいねいいね。あきぴさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。めちゃくちゃバタバタだったけど DD 楽しめて最高だった。いいねいいね。そう、あすごい、ピラーポも確かネオ合戦出てた気がする。4期はかほちゃんとようこちゃんかな。あそうなんだ、4期払いまだ全然わかんないんだよね。そうなんだ、あれ証言寺ようこちゃんだっけ、あれ違う違うか、あー全然わかんないや。お顔はねギリギリ分かってきたんだけどまだ全然お名前とかわかんなくて。そう、ハレだいたいひなあいとかさ、あのそこさくとかでお名前覚えるんだけど最近あんま見れてなくて。そうなんだ。いでまるもとひろさんこんばんはって、こんばんは、来てくださってありがとうございます。毎度と毎度ありがとう、こんばんは。ガッチャンさん、アラモさん訪問ありがとうございます。小山めっちゃ可愛いですね、可愛い、ありがとうございますありがとう。行きたかったところのライブは特典会すべて行けたので最高の夏の思い出になった、よかった、最高、いいね。特典会も全部行けてライブも行けたらねもう最高ですね。なんかライブは見れたけど特典会まではとかじゃなく全部行けたならもう天才じゃん。ののたんずさん、ひゆがなつさん訪問ありがとうございます。ウォームスの福村 ひじりちゃんかなと同じ誕生日です。そうなんだ、ウォームスわかんないんだよね、ちょっとハロプロさん全然ハレ知らなくて。そうなんだ、あとは一応誕生日の月が同じってくらいかな誕生月が同じはねでも嬉しいよね、あ同じとかなんか前後とかだと嬉しい。クーラーは効率よく使った方がいいよ。なんかさ最初に26度ぐらいにしてバーってお部屋を冷やしてからがいいみたいな言いますよね。そうね確かに難しいよね。なんかさ28度にずっとしててもそんなになんか効果ない、なんか28度って人間が不快に思う気温、一番不快に思う気温みたいな聞いたことある、わかんないけど確かなんかそんな感じの聞いたことあるんだよね。だからなんか26とか7ぐらいがいいみたいな。そうで最初にフルパワーで冷やしてからこう一定に保つのが一番いいみたいな。ハレは誰かといる方がいいのかな。そうだね、ハレ一人、どうなんだろうなでもお家にいたいからな、なんか安心できるからでもねそう一人でいるのも好きだよ。とアールグレイ山田さん訪問ありがとうございます。ゆうきにゃんにゃんさん、おつはるちゃん、おつはるちゃんありがとう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。
はるちゃん、ピアノの課題を終えたら好きなだけパフェご馳走するよ。本当に？パフェ何がいいかな。上平さん、ロキッチさん、訪問ありがとうございます。僕もまだ日向の4期と桜の3期の名前全然全員覚えられてないよ。そうだよね、なかなかね。でもさ、なんかその新メンバーがさ加わるためにさ、今回もう覚えられないかもしれないって思ってるけどね、いつの間にかあっという間に覚えてるからさ、今回もあっという間に覚えられちゃうんだろうなって思うんだけど、なかなか覚えてなくて。ひろひろさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。と、ひらいさん、訪問ありがとうございます。けっけーはるしかーかーたん、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。と、ちゃっかぽっかさん、訪問ありがとうございます。乃木坂、僕が中3の頃ぐらいに好きになった。あ、そうなんだ。一旦その中学生高校生ぐらいでさ、坂道とかね、何かしらアーティスト好きになりますよね。ハレもそう、ハレもそのくらいかも。中3の時に欅を好きになって、そっから坂道にはまりました。と、ボトルコーヒー出演の、ボトルコーヒー出演の松浦あやって知ってる？後藤真希や、藤本美樹は、後藤真希さんわかる。松浦あやさんもお名前は聞いたことある。そう、松浦あやさんが好きでアイドル目指したっていう子を知っているので、ハレは。そうなの、藤本美樹さん、お顔見たらわかるかな多分。ラブラワさん、訪問ありがとうございます。ジタさん、こんばんは。で、こんばんは、来てくださってありがとうございます。はるちゃん、一緒にカクテルのフレンチエメラルド飲もうよ。え、すごい、フレンチエメラルド、すごい緑色してるの違う。と、ロックさん、訪問ありがとうございます。いつの間にか覚えて新メンバーにも推しメンができてるんだろうな。ねえ、本当にね。いやー、何期だった、4期だったら何々ちゃんかなとかって、何々ちゃんのなんとかがよくてとかって絶対言っちゃうんだろうな。と、最初は AKB とかが好きだったか。あ、そうなんだ、 AKB が好きだったんだ。りょうじゅんさん、訪問ありがとうございます。ミキティ、あ、そうなの、藤本ミキって言うんだ。ミキティで覚えてたから、そうなんだ。ミキティ知ってるよ、ミキティでしょ。と、星集め完了と、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。バリッチさん、訪問ありがとうございます。エメラルドグリーン色のカクテルです。へえ、すごい、何味なんですか。藤本美樹さんは品川庄司の庄司さんの奥さんだね。そっかそっか、よくね出てるよね、2人で出てたりとか。ミキティー、お笑い芸人の庄司の奥さん、藤本美樹。そうなんだね、そっかそっか、確かに美樹、ああなるほどね。と、やこさん、はじめまして、はじめまして、来てくださってありがとうございます。ありがとう。藤崎はるです、はるちゃんって呼んでくださると嬉しいです。来てくださってありがとうございます。ありがとう。だから話聞けてない、聞けてない、あー、お星さん集めてたから、ありがとう。桜の2期も名前うろ覚え、本当に。まあでもね、そう、ハレも桜の2期は大丈夫。でも難しいよね。と、辛すぎず甘くない味です。難しい。辛くなく甘すぎない、そう、なんかフルーツ系の味とかじゃないんだ。なんかどっちかっていうと、なんかあれみたいな、なんていうの、あのブルーハワイみたいな、なんか想像上の味みたいな感じなの。
晴れちゃん可愛いお名前ですね、嬉しい、ありがとうございます。そう、お天気の晴れって書いてそのまま晴れって読むのでぜひ覚えてください。やった、ありがとうございます。と、晴れちゃん夏らしいことはもう全部やった。夏らしいことでも確かに花火大会行ったし、花火見たし、まあプールは行ってないけど、まあ子供たちと水遊びしたし確かにプールは行ってないな。あと夏ら、え、でも手持ち花火してない。あとかき氷、かき氷今年あんまり食べてないかも。かき氷食べたいな。あとなんだろう、夏らしいこと、みんな他何がありますか。夏、なんかさ、夏って言ったらさ、晴れは一回も見たことないけど、なんか心霊系のさ、なんか怖い話系のなんか番組とかよくやってた気がしたけど、もう全然やってないね、思ったまあ晴れは見ないからいいんだけど、そう、なんかそれを避けていくのにすごいあれだったから。なんだろう、枠の皆さんこんばんは、ってやこさん挨拶ありがとうございます。こんばんは、白獣さん、ハレシカーカータン、うん、ありがとう。こんばんは、来てくださってありがとうございます。遠藤ひかりちゃんだっけ、ひかりちゃん、うん、かわいいよね。と、水着は買ったから、そう、水着は買った買いはした、使ってないけど。キャンプファイヤー、キャンプファイヤーね、キャンプファイヤーか、なかなかやらないよね。いつやったんだろう、小学生の頃のお泊まり体験みたいな、宿泊体験でキャンプファイヤーやった。うん、でもそのくらいかな。まだハレちゃんとお祭り回ってないし、ハレちゃんおんぶできてない残念、ハレお祭り回ったのママちゃんだけママちゃんとしか回ってないや。セミ取り、セミ取り、セミ取りするの。だからさ、春のさ春のお家の近くでさ、ずっとねセミがひっくり返ってて、だからこの子をどうしてあげたらいいか分かんなくて、ずっとそのままなんだけど、もう2日ぐらい経っててかわいそうなんだけどさ、なんかもう、え、あのセミちゃんはもう食べられない。あ、春が食べるわけじゃないよ、もう虫さんとか食べないのかな。もうなんか土に埋めてあげた方がいいどうしたらいいんだろうこの子って思ってそう、でも道の端っこだから春が気づいちゃったの、あそこにセミちゃんがなんかひっくり返ってると思って、そう、気づいちゃったらさ、毎回通りがかりに見るようになっちゃって、そう、あ、またセミちゃんいる、またセミちゃんいるって思ってだってさ、普通に行って帰ってくるときさ、その1回2回で絶対2回は見るじゃんでも2日間だからもう4回見てるの。それからなんか、このセミちゃんどうしたらいいんだろうって思って誰か食べてくれるかなと思ったんだけどさ、誰もアリさんたち食べてくれてなくて、うかいうかいって夏なの、夏うかいって。花火をやるね、花火やりたい、手持ち花火やりたい。山崎天ちゃん、僕の1個下の年齢なのに身長僕より高いんだよね。あ、そうなの、天ちゃん大きいもんね。そうなの、天ちゃんの1個下、1個上なんだ。あれも天ちゃんが好きで、そう、あのずっと欅はもんちゃん、鈴本美優ちゃんと平手友梨奈ちゃん推しだったんですけど、でもそう、あの2期生が入ってきて、2期生の推しはてんちゃんで、そう、てんちゃんはもうオーディションの時からずっと推してたから、もう今も好き、今も桜の中で一番てんちゃんが好きですね。もう最高じゃない。マッキーさん、訪問ありがとうございます。明日川崎クラブタッチでオールナイト、晴れは出演時間が1時間遅かった。時間は何時、待って、どういうことだ、あ、一番遅かったか、1時間を一番遅かった、時間は何時、晴れの出演が、えオールナイト、オールナイトって一晩中やってるってこと、クラブタッチってで、オールナイト、お、うん待ってごめん、理解できないけど、ラジオ放送ってこと、
ラジオ放送ででも一番遅かったらさ、どうなんだろう、3時ぐらいとか。本当にあったこういう話は今週あるよ、見ないで。あ、今週なんだ噂をすれば大丈夫、見たことないし見ないから本当にあったなって言ったらもう本当寝れなくなっちゃう。晴れキャンプファイヤーやったら晴れちゃんは火の女神かな祀られる推しの身長は越したいから身長欲しいんだよね。あー、なるほどね。そっかそっか、そういうのもあるのか。晴れちゃんの名前で台風どうにかしてね。ちょっとパワー欲しかったな天気の子なれなかった。やりちゃんさんこんばんは、ってこんばんは、来てくださってありがとうございます。ひーちゃんさん、2学期は学級委員さん訪問ありがとうございます。何度か言ってますが本当に怖い話で、稲川淳二さんが言う呪文岩小出島を逆さまに言うとマジで怖い、マジで怖いになるのか。岩小出島。元気さん訪問ありがとうございます。ありがとうございます。稲垣吾郎さんか、全然違った。稲川淳二さんでは怖いな怖いなだよね違ったと。元気さん訪問ありがとうございます。晴れちゃんは晴れちゃん衣装は衣装と。晴れちゃんどっちかっていうとのんびり屋なのかな、どうなんだろう、どうだろう。でもせかせか動く時もあるよ。そうね、自分の思うペースで動きたいかも難しいよね。でもなんか自分が思ってるペースで進まないとなんかあーってなっちゃう、なんかうんってなんかここら辺がモヤモヤする、うんうんってなる。周りが早すぎてもあー晴れ遅いなーってなるし、なんか晴れが早くやりたいことをちょっとなんかそれこそ弟ちゃんとかがちょっとタラタラってしてるとうんってなると。桜坂にいとこがいます、教えないけど。そうなんだ。オールナイトは別の話、グループにいた時で21時台の出演のライバルあるんじゃない、21時あった気がする、あんま覚えてないけどあるんじゃない。9時ならまだある気がするけどな。怖いな怖いなは西野七瀬の持ちネタ怖いな怖いな確かにって思ってってやつと。統一衣装と個人カラー衣装どっちがいい、どっちもいいよね、どっちも好きだけどな。統一衣装、統一もさ、なんか結構フリッとした感じで統一とかだったらさ、すごい可愛い、そうなんかすごい一体感出るし、パッと見とかもすごい、ステージもさ統一感あるからいいよね。あとなんかそのカラーとか使ってる色とか一緒だけど形がちょっと違うみたいなのもいいなって思う。個人カラーもいいんだよないやー迷うね。それこそさ、なんか形は一緒だけどカラーが全部個人カラーみたいなのもすごいなんか可愛いし、結構みんな個人カラーが好きかな。なんかカラー衣装の方がパッと見でやっぱさ担当カラーが分かるからいいねって、そう言ってもらえてた気がする。どっちもいいよね。でも家のなんだ、家の何々はお墓に、違う、お盆にお墓の前で花火をする風習があります。へえ、家の習慣とかかな。へえ、そうなんだ、いいね。最後にみんなで楽しもうみたいな感じなのかな。クーラーの音怖いな怖いな待って、やだ、クーラー今日ちょっと静かめなんだけどな消すうるさい。推しの子は大体私より身長が高い、はるちゃんは絶妙に私の方が高いあ、絶妙じゃない、微妙にか。あ、そっか、確かにゆうさん同じぐらいだもんね。いいじゃんいいじゃん、同じぐらいの方が目線が合うよ。そう、春ね、
ハレが結構ちっちゃいからな、なんかあんまり身長とか気にしたことなかったけど、確かにあるのか。いいね。マッキーさん、コニョさん、訪問ありがとうございます。証言者陽子ちゃんと伊予木真央ちゃんはいとこですね。ね、そうだよね、びっくりしちゃった。伊予木真央ちゃんがさ言ってたよね、確か、あの日向坂にいとこがいるんですって言って、ね、びっくり。証言者、あ、そっか、こっちか。なんかさ2人ともすごい苗字珍しいから、なんかね、そこでつながりがあるんだって。おもんぱかるさん、みゃーさん、訪問ありがとうございます。と、夜にホラーゲームするとはれちゃん寝れなくなる。夜も無理だし、お昼も無理だよ。いつでもダメだよ。いつやっても無理無理、寝れない。ヒール履かれると負けます。なるほどね。確かにヒールでね、そう、女の人はさヒールでちょっとね高さごまかせるからね。今なんかインヒールみたいなさ、その靴の中に入ってるから外からは分かんないみたいなのもあるし。でも晴れの中学1年生の時の担任の先生、なんか男の先生だったんだけど、ちょっと高めのなんていうの、ヒールが入ってる、 なんていうんだっけ、マジックシューズじゃなくてなんとかっていう、なんかさ革靴を履いてて、プラスそれにスポンジ入れてた。結構話題になってて覚えてるんだよね。そう、なんかマジックシューズっていうんだっけ、なんかあの身長高くするやつ、あれを履いてるみたいなのが結構なんか話題になって、なんかあの先生履いてるよみたいな。でなんかの時になんかまあ靴脱いでなんかどっか上がるみたいな、パソコン室かな、なんかの時になんか友達が先生の靴見たら靴にスポンジが入ってて、そう、なんかあの中敷きとかじゃなくてかかとの部分にスポンジ入ってて、そう、なんかもともとそこそこ身長高い先生だったんだけど、なんかそこで持ってたらしい。店長話、進展ありましたか？店長話、あー、イベントの、あ、でもなんかいつがいいか候補日くださいって言われてます。今そう、まだ考え中、いつがいいか。10月の上旬から12月で候補日をいくつかくださいって言われてるので、 それで晴が候補日を言ってから、あのお店の人に相談してどこどこがいいですかみたいな感じになるから、そう、まだ決まってないんだ。エッパさん、みつきさん、訪問ありがとうございます。何曜日がいいかね。でも11月の14日にしようかな。みんな火曜日だけど11月の14日開けてくれる？晴れも一限から全部休むから。みんなも休もうよ。と、僕にも身内いとこ親戚に芸能人がいたらな。でもなかなかいないよね、難しいよ。からそういう芸能一家みたいなね、すごいなって思う。シークレットブーツ、あー、そう、シークレットブーツっていうのか、そうそうそう、履いてたっぽい。隣のおじさんはアデランスです。アデランス、あ、髪の毛、あれ、髪の毛だよね、アデランスって。おじいちゃんなので身長縮んできた。え、わかる。晴れのおばばもさ、なんかどんどん縮んできてるって言ってる。いや、でもゆうさんそんなに。そんなに、あ、でも徐々に縮んでくよね。晴れもなんか気持ちなんか縮んできてる気がするもん。いい、地球の重力に耐えきらなくなってる。でまだ大丈夫、まだ大丈夫。マッキーさん、はじめさん、訪問ありがとうございます。とクッションの可能性もある。あー、確かにクッションの可能性もあるか。8月にオンライン打ち合わせあるんですよ。そうそう、なんだよね。だからそろそろ候補日をお送りしないと。11月14日なら今から休み取れる。そうだよね、みんな11月14日だったら取れる。あ、でもこれでさ、ちょっと14日はちょっとってなるかもしれないから、まだ何も言えないけど、
ね、11月14日にしたいな。候補日いくつかって言われたんだけど、どうしよう。14、13、15みたいにする？両サイド埋めとく？ナオピーさん、訪問ありがとうございます。晴れ身長いくら？晴れ158です。日本人の平均身長。コマルさん、訪問ありがとうございます。ありがとう、よかったじゃないですか、やったねって。そうね、みんなに会えるのがちょっと近づいてきて嬉しい。ということで、そろそろ腹筋をして終わりにしたいと思います。と、坂道とかで単押し作れるのすごいと思う。僕複数か箱押しだから。わかる、ハリも箱押し、なんかそう DD 兼箱押しみたいな。でもなんかさ、そのなんて言うんだろうな、メンバー、個々のメンバーも本当に好きだし、この子が特に好きっていうのはあるけど、そのグループのステージが好きだから、ハレは。そう、このステージを作るってなったら、やっぱりこのメンバー全員がいないとなって思うから、箱推しになっちゃうんだよね。それに可愛いのはね、もうもちろんだもんね、もう当たり前だもんね。スミさん、腹筋タイムねって。そう、腹筋タイムします。いや、ナオピーさん、こんばんはって。こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとう。11月14日で譲れないって言えば、なるほどね、もうあの誕生日なんでって言っちゃうとかね。いや、誕生日なんで11月14日がいいんですよねって言って。それはありだな。まあ、でも、いやでも全然13、15でもいいんですけど、できれば14が良くて。確かにあり。さんまさん、こんばんはって。こんばんは、来てくださってありがとうございます。しげさん、訪問ありがとうございます。ナオピーさん、ハイビスカスありがとう、ありがとうございます。ということで、そろそろ腹筋したいと思います。よっ、ちょっとよっと。それでは、OK、いきまーす。せーの、35、36、37、38、39、あ、まだ。40、
あと10回。41、42、43、44、45、46、47、48、49、ラスト50。間違えた。なんかあ、もうすぐ終わりだと思っちゃった。フライングしちゃった。20と、しんさん、こんばんはれちゃんって、こんばんはれちゃん、来てくださってありがとうございます。こんばんは、腹筋タイムで、ありがとう、ありがとうございます。ということで、そろそろ配信を終わりにしたいと思います。あ、明日は晴はアルバイトに行ってくるので、お手伝いに行ってくるので、朝は配信がありません。夜皆さん来てください、待ってます。そう、明日はおうどん作りらしいです。どう作るんだろう、わかんないけど、おうどん作るらしいから。ということで、ランキングお読みします。13位モーリアスさん、12位ヤリチェンズさん、11位ストームさん、10位ヨシピーさん、9位ナオピーさん、8位ユウさん、7位栗原さん、6位ボスさん、5位シロクマさん、4位ナオトさん、3位ウサギさん、2位ゴエさん、そして1位リキジ、ありがとう、弟子ありがとうございます。皆さんも星投げカウントギフトコメントをたくさんたくさんありがとうございます。ありがとう、はい、どうも、ありがとう、ありがとうございます。どうも、はい、ありがとう。それでは配信を終わりにしたいと思います。明日もまた22時同じ時間にお会いしましょう。それでは今日も素敵な夢が見られますように。いきますよ、せーの、おつはれちゃん、ありがとう、ありがとうございました。またねー。